ううややしかったですね不条理なことが多い今の世の中でこういう人々が楽しい楽しいハッピーハッピーだけではないいろんな困難に立ち向かう物語っていうのをこのメンバーと一緒に作れるっていうのは嬉しいなと思いました。今の時代 から見るとすごくある種傲慢で滑稽に見えるかもしれないんですけれどもその時代その時代はそれが正解だと思って生きていた人がいてだからこのフレットを通じてじゃあ今の自分たちの価値観って数年後の人たちから見たらどういうふうに見えるんだろうっていうことも そういう視点を持つこともできる役なのかなと思いました一緒に仕事ができるということがまず光栄ですね本当に作品を見させていただいていやもう本当になんかこう僕が言うのはちょっとおこがましいんですけれども本当になんていうかこう根幹心理 みたいなものがあぶり出されていくようないつも見るたびに見てよかったなって思うのと同時に帰り道になんかこう自問自答するようなそんな作品だなっていつも思ってます。だかから今回なんかこういうい過去の時代を 振り返り返ながらら今のの時代をを見てこれからの未来を考えるみたいな,なんかそんな作品に出会って楽しかった以外の感想がポロ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 出てくるような帰り道の作品に栗山さんと一緒だったらきっとなっていくんだろうなって思ってます今の時期演劇がなかなか難しいと言われている時期です そんな中、それでも演劇に興味を持って行きたいと思ってくださって、そしてこれから足を運んでくださるお客様方へ胸を張って、われわれはこれをあなたに届けますという作品にすることをお約束したいと思いますぜひ劇場にお越しください待ってます。